どうも皆さんこんにちは。ストレスで無駄な変声期を迎えている森有でございます。ですね、暑いな。はい、こんな感じです。声がすごく男前になりました。はい、風邪ではないんだよな。どうしようかなっていう、まあそれは置いといてですね、最近ちょっとストレスでね、わかるかな、この口がちょっと腫れてたりとかするのわかると思うんですよね。見る人が見れば、なんかね、すっごい、ずっと私なんでオートフェチ始めたかって言ってた時があったと思うんだけど、ヘルペスができちゃったり、喉の奥にポリープみたいなのができちゃったりとかで、私すごい喉が弱い人で、気管が弱いんですよ。喉っていうよりかはもう全てが弱くて、なので花粉だったり、なんかストレスだったり、アレルギーだったり、もう全てもう口とか、見た目に出てしまう人で、結構今日そんなにむくんでないけど、もうすごいむくむときはめっちゃもっとむくむし、やばいんですけど、そんな森有がですね、ストレス発散をどこでしているかって、発散できていないんですけども、ネットで UFO キャッチャーをやってるんですよ、夜中に。ほいで毎日のように届くんです、その商品が。なので今日は商品を開けてみたいと思います。これが今日届きました。今日結構ちっちゃい方ですね。もっとね、段ボールでバーンって届くときはすごい届くじゃんっていう感じで。で、私のこのぬいぐるみたち、ほとんど、そんな感じです。で、すごい、取れちゃうんですよね、これがね。で、昨日見たら、89個獲得してました。過去のなんかそういう見たら。で、どんどんなんか番付みたいなのがあって、100になったら多分もっと、神になれるんじゃないかなぐらいの、なんかどんどんこう上がってくるんですよ、ランキングみたいなやつがあって。なぜかそれをね、夜中にねハマってやってしまっているっていう感じなんですけど、さて今日は何が届いたのかっていうところで、出たオリエンタル、出たよ、出ました。これはね、こうちゃんと二人で使おうと思っていた、リスナーさんからね、前にデイジーとドナルドの、タオルをもらったんです。こうちゃんと色違いで使ってねって。で、多分それをね、私考えながら撮ったんでしょうね。そうですよね。こんな感じで、ここチャックになってるんですけど。これはなぜか、チップだけ。なぜ？はい。そんな感じですね。あと、今回はこの、あれです。動画の紹介とかじゃないので、あれなんですけど、この動画というか、私無駄な iPad を持っているんですよ。これね、友達と貸し借りしたりとかしてたぐらい使ってないんですよ、iPad。で、なんで iPad じゃ買ったのかっていうと、ゲーム実況をしたかったんですよ。せっかく YouTube をやっているのであれば、ゲーム実況とかアプリ実況とか、なんかかっこいいじゃん。こう今充電器持って、ここに画面が出てさ、なんかあれが憧れだったんですよ、私の中で。なのでもう1年くらい前に iPad を買ったんですけど、結局ね、できてないっていうのが現状でありましてですね。なのでちょっと今月いっぱいとか、今月じゃない、今年いっぱい、もう12月もうちょいでなっちゃうね、あと半月らへんで12月になっちゃいますけど、今年いっぱいちょっとゲーム実況チャレンジをしてみようかなと思います。はい、なんかいろんなゲームをちょっとやってみようかなと思います。で、ちょっとその中でハマったゲームがあれば、だから私前白猫とかもねハマってたんですよ。でもね、前の携帯がぶっ壊れてからもうやらないと思ったんですけど、課金系ゲーム課金しちゃうんで、なんですけど、今回は課金をしないで頑張ってコツコツと毎日のブログみたいな感じでできたらなと思っております。もうこれが無駄になっちゃうっていうのがもう分かりすぎた。 au の請求を見て、もうこれがすげえ無駄になってることに気づいたので、もう気づくの遅いんですけど、この1年。ただちょっとやっぱりゲーム実況とか、パソコンとiPad と携帯を連動できるやつですね。なんかこう、なんつうんだろうな。
本当になんつうの本家のこう YouTuber さんっぽい感じ、あのここに画面載っててこちらみたいなのをやってみたかったっていうただの盛り上げの願望なんですけど、ちょっとやってなんかそれでストレス発散もしようかなと思います。でですよ、でです、まだあと1個あるのほら、ででーん、これ充電器じゃね、結構ありがたき、まあ、言うて自分でちょっとなんですけど2回いけるかな、多分2000で1回とかだった気がする。今日持ってくわ、ちょっとこれから私出かけなきゃいけないので今日持っていきたいと思います。え、マジで目とか腫れてません？全てに対して腫れてる気がするんだけど大丈夫かな。もうね、バセリン塗ったりリップ塗ったりすごいの、もう本当に痛くてにって笑うこの口ができないんです、痛くてマジでやばい、死ぬ。はい、ということで今日はストレス変性期を迎えた森有からの中継でございました。じゃあね、バイバーイ、おやすみなさい。 Twitter、Instagram、LINE の ID は横に書いてあります、ぜひチェックしてみてください。ということで次の動画も楽しみに、チャオ。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、こんばんは、先生、にはお、さいちぇん、センキュー、終わりが見えね。